近づくとお前は毎年こうだな。気持ちはわかるよ。ハロウィンってなんかワクワクするし。けど今はとりあえずサークルの飾り付けだね。アリナさんに頼まれたからにはめっちゃ可愛くしよう。私たちはサークルの中担当か。あ、そしたらここにウサギ置かない？ハロウィン全く関係ねえし。けどこんなにスペースあるといろんな飾りを置きたくなるよね。私はジャックオーランタンをたくさん飾りたいな。ハロウィンと言ったら絶対ジャックオーランタンだもん。私も賛成。いろんな大きさ、いろんな色のジャックオーランタンがあったら可愛くない？おお、なかなかいいんじゃね。大きさとか色とか変えれば賑やかな雰囲気になりそうだし。じゃあ間を取ってジャックオーラビットにする？どこの間を取った？無理ありすぎんだろ。おたえ、ハロウィンなんだからウサギは諦めろ。ふっ、残念。それじゃあいろんなジャックオーランタンで決定ね。けどかすみ、マリナさんに渡された飾りにはそんなにたくさんジャックオーランタンなかったけど。それならみんなで手作りしてみるのはどうかな。子供の頃八百屋さんでかぼちゃを買ってきてお姉ちゃんと一緒に作ったよ。おお、リミリンさすが。せっかくだからやってみようよね。いいよねアリさん。うん、いいんじゃねえの。やったー。そうと決まればどんなデザインにするか考えないとだよね。私はどうしよっかな。あ、かぼちゃにウサギを彫ったら可愛いかも。あと付け合わせにハンバーグも用意しようよ。つーか、おたえ趣旨分かってんのか。私たちも考えないとね。私は魔女の帽子をかぶせたいんだけど、どう思う？あー、それめっちゃ可愛い。そしたら私は